タジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はスタディオオリンピコです。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。この試合はヨーロッパリーグのグループステージ、ローマがイスタンブールを相手にします。この初戦からヨーロッパリーググループステージの長い戦いが始まります。ホーム戦は必ず勝ち、アウェー戦は引き分けに持ち込む、そう心がけていれば次のラウンドへの道も自然と開けるでしょう。こちらがローマの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 を採用しました。パスを回して攻めるチームには向いたシステムです。ローマの鍵を握るのはディフェンスでしょうか。やはりそうですね。前線に得点の取れる選手はいますが、やはり失点を抑えることが大事になると思いますよ。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はウイングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。ローマのキックオフで試合開始です。あっとこぼれた。自陣内で相手のマークに合っています。ここはファールの判定です。警告はなさそうですね。マルティン・シュクルテル、スウェーバー吹かれません。危険なタックルでしたが、ここはフリーキックになります。福西さん、次にもう一度やるとカードが出そうですね。ええ、他のレフェリーならカードが出たかもしれません。ここは注意にとどめましたね。玉飯インデル、エディン・ビシチャ、果敢に仕掛けてボールを奪いました。ここはクリアしました。ボールは相手に渡りました。何を狙うのか、どこまでドリブルするのでしょうか。シュートのコースを読んでいましたね。コーナーからエリア内へボールをクリアします。クロスを入れたい。メフメト、キーパーがボールをキャッチしました。ここはよくスペースが見えていました。面白い展開でしたが結果にはつながりません。いい形でゴール前まで持ってきました。相手ボールになります。まだ持ちます。ポールセン、危ないプレーに見えました。カードでしょうか。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。
がキーパーに収まってプレーが落ち着きます。カウンターを狙います。上がっていけるか。ボールは相手に渡ります。ディフェンダーを勝ち越しゴール来るか。見事なロブパス。このヘディングは枠を捉えられません。難しい体勢でしたね。ユスフ・ポールセン、ユスフ・ポールセン、キーパーが飛びついて止めた。いいタイミングで飛び込みましたね。ムフタリアンのコーナーで再開。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。エリエロエリア、エリア、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ポールセン、エリエロエリア、カウンターのチャンスです。カウンターから仕留められるか。絶妙なパス。スルーパスでしたが合わないか。キャッチできません。ボールがこぼれた。主審がオフサイドの判定です。どうしたんでしょうか。ボールを外に出してしまいました。マルティン・シュクルテル、ボールを奪われました。ユスフ・ポールセン、ここで狙いたい。ポールセン、まだボールは生きています。スローインが与えられます。勝ち越しかと思われましたが、ゴールネットを揺らせません。これはもったいないですね。ポールセン、スイスの星ことインレルです。エディン・ビシチャー、ボールは現在ローマ。このボールは相手にクリアされました。メフメトのところに行きました。サイドが空いています。見事なタックルです。エディン・ビシチャー、ここを起点にできるか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。パスはまっすぐ相手に渡ります。相手ボールになりました。いいカットです。ボールを奪いました。おっと、裏へ出した。ここはドリブルに入ります。このボールはキーパーが抑えましたね。前半終了で0対0。残るは45分、後半戦キックオフです。このカットは大きい。通っていれば大ピンチでした。仕掛けてくるのか。ここから狙うのか。ムヒタリアン、あの選手が止めなければ入ってましたね。マルティン・シュクルテル、カウンターアタックに入るか。カウンターアタックに入りましたが、ボールを奪われました。ユスフ・ポールセン、ユスフ・ポールセン、がっちりキャッチします。盛り上がりを見せるセリエ A ですが、
このタックルは危ない。一発退場でしょうか。ローマ、ここからは少ない人数で戦うことになります。これは計算外でしょうね。ボールをサイドへ展開します。ディエゴ・ペロッティ、入れば1点リード。これは見事なタックル。噂されてはいましたが、どうやら移籍が正式に決定したようですね。はい、いい選手を獲得しました。今後の活躍に期待しましょう。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。タックルで止めました。スローインです。ファビエル・パストーレ、ボールを奪われました。これはどうなりますか。狙っています。インレル、絶妙なパス。ここはゴールならず。強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。ディエゴ・ペロッティ、このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。レフェリーイエローの判定です。妥当な判定かもしれません。両チーム交代があります。遠藤啓太、これは見事な。裏も見えていたのか。スルーパスはキーパーが処理。素早い飛び出しでした。ボールをダッシュ、寄せが早い。ボールを奪い返しました。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。ムヒタリアン、さあどうする。キーパーの届く位置でした。素晴らしいボールです。通します。ここはゴールキーパーの好判断。ローマサポーターは勝利を熱望しているようですね。これだけ応援されては引き分けで終わるわけにはいかないでしょう。ボールを前に運びます。ここはうまくボールを取りました。見事なパスカットです。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。ローマ、傷んだ選手を交代します。メフメト、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。メフメトのところに行きました。
ポールセン、ローマがだんだんと攻撃にシフトをしてきたでしょうか。先ほどからいい攻撃を見せてきています。どこにボールを動かすか。カリニッチ、決まった、ゴール。交代で入ったばかりですがしっかり結果を出しましたね。あのシュートがファーストタッチだったかもしれませんね。試合の終盤、ローマが大きな勝ち越し点を決めました。このまま守りきれるかどうかが問題ですね。別のアングルからご覧ください。監督の表情も険しいですね。このゴールでリードされました。ゴールを奪わなくてはいけません。選手交代があります。そうですね、やはり前の選手を増やしてきましたね。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。これはよく見ていた。ボールはキーパーの手の中へ。うまく読んでいましたね。危険なタックルでした。レッドが出るかもしれません。ここはレッドカード。危険な位置でファールをしてしまいました。一人減ったのも厳しいですが、ここから得点を奪われるかもしれません。この時間ですから、このフリーキックが同点に追いつく最後のチャンスになるかもしれません。見事なフリーキックでしたが、キーパーこれは読んでいましたか。ボールは相手に渡りました。見事なスルーパス。ユスフ・ポールセン、フレドリック・グルブランセン、また相手ボールです。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。いいプレスです。グループステージ第1戦、試合終了の笛が鳴ります。福西さん、初戦を勝ったというのは大きいんじゃないでしょうか。そうですね、こういった短期決戦では一気に決まることもありますから、初戦で勢いに乗れたというのはグループステージ突破への原動力になるでしょう。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃない。